バゴン。さあ今週も始まりました、気合切って書けない。どうも司会のサイブと福田です。お願いします。さあそしてこいつらが気合切っちゃんだい。すっごく汗をかきながら辛いものが食べたいです。激辛大好きと書いているメンバーがいたということなんですけども、これ書いたのは誰ですか？はい。あ、今泉。はい。好きなんだ。好きではないです。いや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 。激辛大好きって書いてある。好きどころじゃない、大好きっつってるじゃん。ということで今回は思う存分食べていただきましょう。今回の企画は真夏の激辛クイーン決定戦。完食した人が勝ち抜けですからね。辛いの？そうですよ。あら、菅井様辛い。辛い。あ、いいですよ。初めて食べたこんな辛いの。斉藤さんが。あ、斉藤。うん。おいしい。おいしい。斉藤は乗り越えているぞ。スンドゥブの CM のように食べてる。すごい。そして今泉が。あれ？今。もう顔赤くなっちゃってるよ、なんか。あれあれ、すごい様じゃない。なんかお腹空いてて。お腹空いてて。まさかの。まさかの。すごい様よ。土田ちゃん。土田ちゃん。そっちが終わったのかと思った。俺も終わったのかと思った。菅井様、土田ちゃん。さあ、ここで使う。一滴ですね。どう？まろやかです。え、練乳の味の感想。さあ、菅井様が土田チャンスを使ってラストスパートをかけるのか。土田チャンス。来た。土田チャンス。なんか唇とか目が赤いわ、色が。あ、これで全部。広げて広げて、練乳を広げてください。すぐ飲み込んじゃダメよ。口の中で広げて。口の中で広げて。練乳を口の中で広げてる時に可愛いじゃねえよ。こっちは大変なんだぞ。はい、土田チャンス。土田チャンスだとちょっと可愛くなるから、ヨネさんも見ててください。口の中で広げて、口の中で。どう？広げて。おいしいね。可愛いの声が上がらず。残念、ヨネさん。土田チャンスをうまく使えなかった。あー、終了。菅井様、すごい。菅井様ですね、これはダントツで。ということで、決勝進出は菅井。そしてなぜ辛いのに土田チャンスを使わなかったのかが分からない人がいますね。何やってんのお前。いや、自分に負けたくないなと。負けてんだよ。自分とこう戦ってたんだ。辛いの得意なのは誰でしたっけ？あ、志田。あれ、人だけ？志田得意、はい、普段から食べんだ。食べます。じゃあ全然いけそう。いや、絶対食べきりたいです。絶対食べきりたい。土田チャンスをうまく使ってね。そうですよ、皆さん。小田、聞いてる？可愛くなるチャンスだから。絶対使う。さあ、それでは参りましょう。 B ブロック、よーい、スタート。いただきます。あー、行ったしだ。辛っ、辛っ。なんだよ。あれ、来た。あ、来た来た。リサが来た。あ、リサや。リサがバタバタバタ。エクシジャパンの吉木張りの。すごい。やばいやばいやばい。やばい。
リサやばい、リサやばい、やばい、やばい、リサ爆発するんじゃない、リサ、リサリサバーンどうでもバーンってなっちゃう。誰か使うか、来た来た来た、可愛くなれるか、死な、はっ、可愛い、可愛いな、可愛いね、今のいいな、可愛い、あ、土屋さん、土屋さん、土屋さん、小田先生、土屋チャンス、はい、見て、かわいいね、かわいい、かわいいね、かわいいのかどうか分かりませんけど、今回企画変わってきたからさあ、土屋チャンスを使った2人が引き離すか、リサがもう限界です、あれもうリサも普段のリサじゃなくなってるから、そして終了、Bブロック決勝進出はシダーン。これね、もう香りでやばい、やばいです、もうさっきより全然石焼きの麻婆豆腐、石焼き麻婆豆腐、うわうわうわこれはね、完食は無理です、無理だな、いやこれすごいわちなみにこのブロック辛いの得意なのは、あ、森谷、さっきまですげえ元気だった森谷、どうした、これは貝殻、さっきと全然違う、ちょっとだから山椒ですよね、やっぱり山椒、山椒の辛さ、リカは嫌いなの、辛いの、好きだったはずあれ好き、お前ひょっとしてロボットなのか好きだっ ただったそれでは予選 C ブロック参りましょう、よーいスタート、さあどんどん行ってください、勝負ですよ、最初よっしゃ行くぞ感じない、おお、モリアが行く、モリアが行く、さすが、モリアが仕掛けた、辛さを感じる前に行っちゃう、一気に食べちまうという、嘘だろ、嘘だろ、本当にこのまま勝負を決めてしまうのか、モリア以上すごい、すごい、モリアが行かれてしまった、モリア完食、モリアが行かれてしまった、すごい、さあそしてモリアもう自動的にこれ開けます、早めちょっと、やばい、やばい、かわいい、かわいい、あ、いいですね、でも泣きそう、さあちょっと、他のメンバーちょっと、モリアがおかしくなってますけど、大丈夫、モリア、ちょっとモリアがおかしくなってますけど、モリア、異変を気にしてきた、モリア、泣いちゃった、モリア、抜かない